で始めていきたいと思いますえー、今日からビルドアップフルコース開講ということでえー、まずスタート地点今日12月12日がビルドアップ講座の合格リスタートダッシュ演ということになりますまあ、今日からの方は全67回ということで1年一緒に頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします担当しますレクセンの教師のバタです えー、今日初回なので、いろいろ配布物ですとか、あとはまあ講座のコンセプトで話をしていきます。最初は少しガイダンス的なことになりますが、ご理解いただければというふうに思いますはい。で、今日今の段階で皆様にお渡しをしているのが、えー、とまずはそうですね、す、ま、べ、あ、てのレックのコースについている合格講座の講義録、今、画面映しているわけではないんですが、えー、民法に関して1と2が、ね、お配りされているのかなというふうに思います。 あとは6法ですね、6法の司法系1の民法部分が今の段階で私が住んでいるというところ、でそして、えー、これは画面切り替えて映せますがよいしょ、えっと、この講義でメインで使っていくよいしょ、はいえー、問題冊子1冊とほぼ同じ表紙ですが、えー、解説冊子1冊ですね、あの画面カラーですけど、皆さん手元はモノクロだと思いますが、まあ、こちらがワンセットね、あるかどうかの確認です。はい、で、 今日からスタートしていきますこのコースですよねあのまずこちら12月からのスタートで合格リスタートラッシュ編ねまこれ全6回でだいたい2月の合格発表のところまでやっていこうかなというふうに思いますでこの講座まず6回で何をするのかというところをね簡単に確認をしていきたいんですがちょっとこれ今皆さんの手元にはないものを映していきますねまあ、特に必要ないので見てもらうだけで十分ですはい え、全6回でえリスタートラッシュ編しますけども、もえコンセプトね。簡単にえ確認をしておきたいと思います。3点ですね。はい、あります。まず1番ね。受験性能の要請ということになります。あの簡単に言っちゃうとね。スイッチの切り替えですよ。スイッチの切り替えね。スイッチの切り替えです。 もちろんね、本試験が終わって、ここに来るまで皆さんはご自身なりに勉強してきたかもしれません。まあ、逆に、この講座を受けることが決まっているので、まあ、1ヶ月ぐらい休もうかなと思っている方もいたかもしれません。まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけども、まあ、ここでスイッチを皆さん切り替えてください。やる気スイッチオンですよね。はい、まずこれ、受験生の要請ということで、もう一回受験生やっていただきたいということですね。これが1点目。はい、で2点目がメイン論点ということになります。 徹底的な意識改革ですね今日ね、1回受けてもらうと意味がすごくわかると思いますなんとなく勉強していると、なんとなくの結果になりますから意識をして1年間勉強していただきたいと思いますそれはどういうことかというと授業は受け身になってはいけないということです能動的な学習ね、ちょっと字は汚いんで 申し訳ない、能動的な学習ね、これをしっかり心がけていただきたい。もうちょっと言うと、ああ、これ見たことあるよね,ねあ、このテーマ知ってると、見たことあるで満足しないと。こ、まあ、今年の本試験、戦った皆さんからすれば、見たことあるんだけど解けない問題、たくさんあったわけですから、これからね、もう一度お勉強していただく上で、 話があるあるととときに見たことありますよとかね聞いたことありますよって思った瞬間にそこの知識の習得はかなり効率悪くなります。なので見たことあるで満足しない講義を受けていただいて新たな発見をしていただきたいもちろんしていただくような講義をしますから新たな発見をしていただくそしてあ実はそういう意味だったのねみたいなことがあったらそれはしっかり 理解をねしていただきたいというふうに思います。はい、これ今日授業を受けてもらえるとわかると思うので、またしっかりとね、えー、説明していきたいと思います。二点目、三点目は特に言うまでもないです。まあ今回六回で扱うのはそこまでね細かいことではありません。まあ一年間ね去年勉強してきた中だったら必ず勉強しているはずの基本論点もう一度思い出してもらいましょうという形になります。はい、でこの三点ね。 この3点を皆さんは12月から2月でやってもらいます。つまり2月から本格的な AB ランク論点徹底攻略園が始まりますからそこに至るまでの前提の、ね、知識ですとか前提の、ね、考え方を身につけていただきたいということですね。じゃあ1番、2番、3番をこのリスタートラッシュ編でやるわけですがツールどういうものを使いましょうかということです。ツールね、どういううういいいツールを使いましょうかということこで それが今皆さんの手元にある、えー、リスタートラッシュ編の問題冊子と解説冊子ですよね、まあ、ちょっとパラパラと見てもらえるといいんじゃないのかなというふうに思いますが、あのテキストっぽくないですよねあの、テキストっていうとね、民法の総則から始まって、なんか全部ね、体系だって話があって、で次、物件行って、債権行って、家族法って形で何百ページかありますけどもあの、今回はそんな形にはなっていません。基本問題形式です はいでえー、とちょっと写し,しましょうか、はいあのー。例えばね、パッと開いたとき、これ、問題冊子、写してますけども、うん、テーマいくつか分けてます、全10項目にテーマを分けていて、一、まあ、つ一つ考えてくださいっていう形式です。あの心理療法ってあ、初めて勉強しますって方はいないと思うので、まあ、心理療法で、ね、勉強してきたものが、皆さんどこまで記憶に残っているのか。 みたいなことを、こういった、ね、オリジナル問題を使って確認していただきたいということになっていきます。でどうやって使うのかということを簡単に説明していきますが、今回、問題全部で130問用意しました。全部で130問、民法編で用意しましたで。一般的な問題ってこういうアプローチです。これ一般的なものですね例えば 問題がありますと、ね、問題を見たときに、持ってる知識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 、これ、当てはめにいきますよね。普通、問題というのは、知識があって当てはめにいきます。この知識なのかな、いや、違うかなとかね、この知識かな、違うかなということをやっていくわけですよ。 それって今後いくらでもできます。合格のために必要なものって問題があって知識当てはめることですから、これ将来的にやっていくので、今そこじゃなくていいんです。今回のこのリスタートアラッシュ編の問題だと逆なんですよ。やはり問題を見るので問、ね、問題を中心にしますが、問題中心にしますが、問題がすごい抽象的ですよね。心理療法何ですかみたいなことを聞いてくるので、問題通じて あこんな知識あったよね、こんな理解できるよねとかね、はい、ちょっと雑に書いてますが、問題から知識を広げていく、ね、問題から知識を広げていきます。で、広げたときに、分かってる知識と分かってない知識があるわけですよ。で、分かってる知識は、まあ皆さんがこれまで頑張ってきた成果が残っていることです。 あれなんですかねってことがあるならば、例えばこの辺とかこの辺がいまいち分からなかったら、そこは、例えば今の時点で合格講座の講義録、民法の1とには配ってますので、そこを自分で戻って確認するとか、あと全員学習経験者ですから、今まで使ってたテキストありますよね、そこを戻ってやればいいんですよ。なので、全部をしっかりとこの6回で講義形式をするわけではないです。 根幹をしっかり捉えていただいて、あと、派生した論点に関して、もし分からないところがあれば、皆さんなりに確認をしていただく。で、ちゃんと安心してください。このあと2月から、ちゃんと徹底習得編とかナビゲート講座で体系的に勉強しますので、はい、今はこれまで勉強してきた知識、ちゃんとあるのかなということを確認するための6回だというふうに思ってください。はい。じゃあ、 そろそろ中身に入っていきましょうか。結構今日ね、参加者多いわけですが、ちょこちょこと問いかけはしようと思います。問いかけね、これどういうことですかねってあ目が合っちゃった場合は、ちょっと仕方ないと思ってください、ね。はい、あの、全然答えられなくてもいいです。答えられなくてもいいので、あのもし分かれば、こんなことかなって答えてください。あの無理だったらあの僕の方が 回答するののででそこはは安心してくださいいねあの受け身ではいけ身ませんかじゃあ、まずね、問題集ですとかうん、解説を使っていく前に、民法の全体的な話ね、今一度したいと思います。はい,よいしょじゃあ、まずね、こういった項目立てて勉強する前に、民法の全体について確認をしていきたいというふうに思います。 はい、今白紙画面用意しましたと。各初学者向けの講義ですとか、テキストの一番最初に載っているものなんですが。書きますね。はい。民法の全体像の今更かって思うんですが。これやっぱり理解しとくには必要なんですよ。民法の全体像ね。皆さんが民法ってものを勉強したときに。 どういう順番で勉強しましたかどういうい順番で勉強しましたかまだ当てません。まず、スタート地点は、皆さんこれですよね。民法の総則。これ何でしたっけ民法全体で使う共通ルール、先にまとまってるんですよね。だから、総則で一番最初に勉強してるのに、 物件の所有権出てきちゃったりとか、債権の契約出てきちゃったりとかするから、民法初めての方って混乱してくるわけですよ。で、まず民法の総則を勉強し、でそこからなんか分かれてきますよね、そこから分かれてきますね。民法の二大権利、二大権利。物件と債権ね。うん。 まあ、物に対する権利、人に対する権利ですとで。もっともっと細かく分けることはできます。例えば、物件だってまたさらに分けることができるんですけど、どうですか物件って大きく分けたら2つあるんですよ。何と何とですか、うん、それは、皆さんが感覚的に、そりゃ物件としてあるべきでしょっていう本件。 はって言うと、所有権ですよ。所有権ね。あとは、定当権ね。それは契約でもって売買契約したんだから、俺所有者とかね、契約でもって担保つけたんだから、俺、定当権持ってますって言いたいわけよね。それ、本権ってわけですよ。分かりやすいと。もう一個、変な物件なかったですか えそんなこと言えちゃうのって物件なかったですかね。さあ、どうですか目が合いますか合いませんか合いませんね。<laughs> あの初回ですからね、合うわけないんですけども、そう、本件ともう一つ、占有権っていうものがあるわけですよね。変ですよね。所有者でもないんだけど、持ってると言える権利があるって変なわけですよ。 でも、事実上持っていることを一つあの保護していこうという発想で、民法では占有権もつけているわけね。まあ今日のメインは違うんですか。はい、じゃあ、徐々に根幹に移っていきましょうか。やっぱりね、債権なんだよね、債権。債権は人に対する権利です。債権が発生するのって、大きく分けたら2つですよね。 はい債権が発生するのはどんな場合でしょうかじゃあちょっと当ててもいいですかね大丈夫ですかじゃあこの,この列のあ、目がいましたね債権ってどんな時に発生しますか契約ですよねそうですよね売買契約とかで発生するわけですよとくればもう一つありますよね契約で発生する人に対する権利債権と あとは何で発生しますか、その後ろの方。あ賃貸借が契約だからね、うんあの。借りましょうとか契約で発生しますよね。じゃあ、そのお隣の、こっちの,ああの。契約の中身としては売買契約で発生とか、賃貸借で発生しますよね。 じゃあもう言いましょうか。あの契約で発生するか契約以外で発生するかですよね。それはそうですよね。僕の質問が悪かったですか。はい。いいですよ。うん。じゃあ契約以外で債権が発生するケース、皆さんが勉強してきたものどんなものがありましたか。じゃあその前の方。 ゾイは契約です。歩いてて、バーンって跳ねられちゃったら不法行為ね、はい。そう、不法行為の時って契約ないですもんね。お跳ねてやるぞとかないわけですよね。不法行為と。あとは、そうですね、例えば事務管理、おせっかいですよね。 事務管理とか、あとは不当利得とか、うん、ちょっと縦書きで申し訳なかったですけども、契約ないんだけど、債権債務が発生することはありますよね。はい、ちょっと今、これ、引きましょうか。で今日まず最初にお話ししておきたいのは、色分けしましょう。今、早速に赤としました、皆さん、好きな色を使ってくださいね。 はい、あとは、債権の契約に丸つけてください。債権の契約に丸付けてくださいそう、相続は民法全体の共通ルールです。だ物件でも民法の相続使いますし、債権でも使えますよね。じゃあ、具体的にどういう形で相続と契約、債権混ぜてるかっていう話をしましょうか。 最初はね、いろいろ書き込みがありますけども、ついてきてください。次に見ていきたいのは、はい、契約があ、契約のか、契約の効力が発生するまでと。結構縦長に書くので、えー、っとスペースを気にしてください。契約の効力が発生するまでと。 はい、じゃあ、契約の効力が発生するまでです、縦長でいきますよ。あんまりね、初めて民法を勉強したときは意識しないと思いますが、1番、まず、契約が成立するかどうか、契約が成立するかどうかですよね、成立要件、先に書きましょう。 成立要件の次、先に書きますね。契約は成立したんだけど、それって有効でいいの無効にすべきなの契約の有効要件。はい。有効なのかな、どうなのかなっていうのがクリアになったら。 次は意外に分かんないというか知らない方もいるんですけれどもそれが誰に帰属するのか契約の効果が誰に帰属するのか効果帰属要件、効果帰属要件ラス,ト、はい、ラストはいラストは その契約の効力って、いつごろ発生するのかな、はい、効力発生要件、ちょっと引きますね、どうですか、縦長で書きました成立要件、有効要件、効果帰属要件、効力発生要件ね、これ、ほとんど民法の総則で決まってることなんですよ。 じゃあ、一個一個見ていきましょうか。例えば、成立要件。成立要件。契約ってどうやったら成立しますかうん、まあ、それは簡単に言ったら、これ売りたいですって意思表示と、買いたいですって意思表示が合うことですよね。まあ、意思表示の合致、意思の合致と書きましょうか。意思の合致ね。 うんまあ、もうちょっと具体的に言うと申し込みと承諾ですよね、うん。で、今から条文ね、いろいろと番号を書いていきます。よかったらご自宅に帰ったらその条文確認していただくといいんですけど、例えば、まあ、皆さんね、ある契約をイメージしておきましょうか、売買で構いません。売買契約としてまあ 意思の合致を考えるとき、いろんな条文使っていくんですよ。まず、契約かどうかはさておき、意思表示ってものに対してどう捉えるかっていうのは、今から赤で書きますね。あの、総則に絡んでるものは赤で書きます。債権のまあ契約の格論ぐらいに絡んでるのは青で書きます。はい。最初の要件に絡んでくるのは、民法の総則ならば、97条から、 98条の2契約は置いておいて意思表示に関して基本的なことが書かれていますで。より具体的に契約の意思だったりすると色変えますが、まあ、申し込むと承諾について詳細に書かれているのが。 521条から528条。まあんまり見ないかもしれませんけどね。はい。うん。まずこの辺ですよ。まあ、とりあえず、まあまあ、意思表示、意思が合致して申し込み承諾できましたよと、まあ、契約は成立するわけね。ただ、それが有効かどうかってまた別の問題で、次、有効要件。 はい、でちょっとね、これ2つあるんですよね。あんまり難しい言葉使いたくありませんけど、客観と主観というのがあって、分けて書きますね。丸客、客観と。客観というのは、例えば、すいませんと、何かくださいと。は何かくださいよ。 じゃあ何か売りますよ。それって、ね、どれに対して再建、債務発生させるか分かりませんから、あの確定可能性、確定性がなかったら、契約って有効にはできないですよね。はい。なので、まず確定性って。これ、当たり前なんで、条文に書かれてません。当たり前ですから、条文に書かれていません。うん。 じゃあ、これって決まってるんだけど、これって決まってるんだけど、ちょっと法律的にまずいんじゃないの適法かどうかね。あの、麻薬の取引って違法じゃないですか。麻薬の取引申し込み承諾があっても、それ、法律的にまずいから有うことはできないんですよね。それ適法性がないから、ね。 はい、あと、適法性と似てるんですが、社会的に妥当かどうかですよね、あの愛人契約とか、ね、人身売買っぽいですから、それで社会的にどうなのということもありますから、この辺は成立しても有効とならないケースがあります、いわゆる公助良俗違反ですよね。 はい、あの確定性に関しては条文、ちゃんとしたものはないんですけど、例えば適法性とか妥当性だったら、民法90条の公助朗俗にかかっていきます。つまり有効とならないケースがありますよね、はいで。この辺はね、あんまり初学者ってイメージしないんですけど、実はもう一個。 有効かどうか、主観的要件。うん。皆さんが民法で最初に勉強するものって多分権利能力です。誰に民法のチケットを渡しますか生まれた方ですよねって話。じゃあ、生まれた方がみんなちゃんと契約できるわけではないと。意思能力の問題がありますよね。 成立はしたんだが、意思能力があるかないかによって、有効か無効か変えなきゃいけません。まあ、意思無能力って書きましたが、意思能力の問題ね。はい、こいつは、相続の3条の2です。まあ、民法改正で加わった条文ね。じゃあ、意思能力の次に勉強するものなんですか うん、意思はある10歳15歳で意思はあるけどもまあでも未成年者だからねとかねあとはちょっと判断能力を取ってきちゃったからねっていうと行為能力の問題が出てきますいわゆる制限行為能力問題ねまあ有効か無効かって言われたら制限行為能力者の契約って 有効ではあるんだけど取り消し権が与えられますから取り消し権使ったらまあ無効になるということでここの要件に加えておきました、まあ、未成年者からね成、えー、年非公権人、非補佐人、補助人というのがありましたが、まあ、それは4条から21条です。なんかたくさん書いてると勉強した気になりませんね今日俺頑張ったなと今日から頑張ろうかなと思いましたね。 だから欠からしてます、はい、じゃあ、医師能力はありますよ、こういう能力もありますよ、でも、その契約って本当に有効でいいかってケースないですかはいいわゆる医師の不存在、あっ、医師の不存在、何か分かります 民法で勉強した中で、医師の不存在って何か分かりますかああ、どうですか。あもう一つね、医師の不存在と、あとね、可視ある意思表示っていのもあります。これ、どっちか、何のテーマかって分かります何の話かって。あそう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 。 あっちの錯誤どっちですか。うん。どっちもありますね。そうですよ。まず大きく言うと、そう。まあ10歳以上で意思能力もあるし、20歳超えてこういう能力もありますと。でも、売る気がないけど売るって言うと、意思がないんですよね。あとは虚偽表示もそうですよ。仮想状態って売る気もないけど売るって言いますよね。それ意思の存在って言います。 可視ある意思表示っていうのは、欲しいものを欲しいと言ってますけど、誰かがそこに変な干渉を加えてる場合です。だから詐欺とかですよね、騙されて、こうと誓おうと思ってこうと誓くださいっていうテキストの話、あと脅されてこうと誓おうと思ってこうと誓くださいってやつ、意思はちゃんとありますよね、思ったことと表示は合ってる。でも、それって完全に有効じゃまずいよね。 じゃあ取り消し権だみたいなことですあの作語は実は両方ともあるのでまた細かく見ていきますがとにかく意思表示のところ、まあ、契約も含めて言うと、まあ、この辺が論点となってきます条文で言うとそうね意思の不存在と瑕疵の意思表示のやつは、まあ、心理療法が93条ですからね93条から96条あたりでしょうか今日個別の問題でも見ていきたいと思います はい、じゃあ、あんまり勉強しないのかもしれません、意識しないのかもしれませんが、次、契約が有効だよっていうふうになった場合、3つ目、効果帰属要件。本当にその契約って、自分のところに返ってくるのかなっていう。そう、だから効果帰属要件って、あの代理です、はいえー。効果帰属要件は代理。 もちろんそこに有権代理とか無権代理とか表権代理とか入ってきますが、まあ、誰にその契約の効果を帰続しますかねみたいなことを考えなきゃいけないんで、まあ、99条から118条がまあ代理の話ですよね言われてみたらそうだよねと。で、ラスト、ラスト、効力発生要件。 うん、あの2番で契約有効なんだから、効力は発生するんですよね、普通に考えたら。じゃあ、この発生要件なんですか行政書士試験に合格したら車買ってもらえるとかね、うん、あとは、えー、と3月の25日に買ってもらえるとか、それって行政書士試験受からないと効力出ないですよね。 3月25日過ぎないと、公録出ないですよね。つまり、公録発生要件って、総則でいうと、まあ、出てきてもね、みんな解けないんですけど、条件期限です。127条から137条です。そう あの、皆さんはこれ、バラバラに勉強してませんかそれはそうですよね。きっとバラバラに勉強してます。でも、あえて学習経験者だよっていうふうに捉えた場合、今一度、総則のところって、基本的に契約が成立をするところから、効力が発生するところまで一般的に決めてるってことを、改めて確認はしていただきたいんです。もちろん、試験に出るのは、 制限効能力一問とかね、あの代理一問とかですけども、まず流れとして押さえていただくといいのかなと思います。で、ここまでほとんど赤ですよね、赤。総則しか使ってない。うん、で、これ、やっぱり具体的なものがわからないわけですよ。例えば最後に、効力発生なんて書かれてますけど、どんな効力が発生するかっていうのは、どういう契約内容かで変わりますよね。 なので、例えば、これを売買契約でって考えた場合、売買契約でって考えた場合、意思の合致の一番最初のところ、つまり成立を受けのところ、どういう意思の合致があって分かんないといけません。まあ、土地をね、売ります、買いますって話にならないといけないので、例えばこれを売買で構成するなら、売買で構成するなら、ここに、 555条が出てきます。例えばよ、これ売買で考えるならば、申し込み承諾の最初の部分で、何の申し込み、何の承諾かですよね。555条に書かれてます。あとは、最後、どんな効力が発生しますか、どんな債権債務が発生しますか、もうどういう内容にしたかによりますから、最後のところだって、 もし売買で考えていくならば、555条を見ないと分からないわけです。そうだ民法の共通ルールが総則って話をしましたが、そうです結局、売買ならここに555条を突っ込んでいくし、賃貸借ならこの流れに601条を突っ込んでいくだけです。はい、で,早速で考えているのは 契約が成立をするところから、効力が発生するところまでです。いい。この後を続けたいんですよね。ちょっと縦長になっているので、皆さんもページ変えなきゃいけないかもしれませんが、続けましょうか。さっき4番までいったとしてね、この後です。ここ4番と仮定したとき、この後ね。効力が 発生してますよねその後民法的に問題となるケースは何ですか例えば売買契約がちゃんと成立要件から効力発生要件までクリアした後問題となってくるケースはそう契約したのに履行してくれないんですよね債務不履行ですよ はいまあ、これ具体的には412条から413条、ね、まあ、この辺りです。効力発生した後何が問題ですかやってくんないじゃないか、債務不履行です。うん、で、皆さんが売買契約で考えたとき、じゃあ、債務不履行を起こされた場合、どんな手を取りますか。 ここは質問しましょうか。どんな手を取りますか売買契約ですよ。じゃあ、どうでしょうかね。一番後ろの方。なんで届かないんだよみたいなね。なんて言いますものが届かないんですよ。届かなかったら、その契約っていります いらないいですよね、うん、いらなかったら、そう、解除。一つは、そんな、ね、期日守らないなら契約打ち切りますって話で、契約の解除を考えますよね。はい、解除は540条から548条です。もちろん、他にもありますよね。 はいまあ、解除って相手方が悪いかどうかは関係なかったわけですよ。遅れてる状態で言えますよと。うん、じゃあ、相手方に奇跡自由があればいい解除以外に言えることはあるわけですが何が言えるでしょうかじゃあ、この列の一番後ろの方損害賠償ですよね。はいまあ、中身はたくさんありますがそう奇跡性があるなんて考えた場合いい。 まあ損害賠償をかけるわけね、415条から422条の2っていうところまでが、はい、損害賠償ですあ。これね、たくさん選択肢があると、あの最後に当たる人が一番厳しいですからね、あの選択肢減ってきますから。 さあ解除損害賠償、まだ言えることはあります。ペン10本頼んだけど、何か5本しか来なかった、10本頼んだけど5本しか来なかった場合、何が言えますかって話なんですが、えーっと、じゃあ、どうですか。追加,追加請求ですよね。はいまあ、5本追加で持ってこいこうですとか、うまくいかなかったら。 5本分代金減らしてくれとかね、いうわけですから、広く、追加請求も含めた、あの契約不適合責任ね、としておきましょうか。もちろん、追加請求も中に入ってますよ。はい、契約不適合責任ですと。これもあとでね、あの次回かな、問題見ていきますが、562条から570条ですね。 あとはね、試験出ないんですけども、書きましょうか、履行の強制、まあ、裁判所を使って差し押さえちゃうとかね、いう話もありますから、まあ、民法ではあまり出ませんけども、414条を使っていきですね、はい。なんかもう、すごい今日書いてよねと、すごい勉強したよねって話ね。はい、ちょっと全ページからつながってる形なんで、分かりにくいんですが、 あの今の話って、全部、債権法の部分ですよ。そう、契約はちゃんと有効で確定してますよっていうところから、何か問題が起こったら、こういったこと,がことが言えるってことね。なので、例えば、記述とかで、記述とかで、あの、戻りましょうか、記述とかで、 1>, この1番から4番のどこかで問題が起こっているなら、そこを攻めればいいわけで、わざわざ、ね、その後のところで契約の解除って考えなくても、毎段階で取り消しを考えるとか、あの無効主張する形でいいわけですよ。もちろん、本試験だったら、あの誘導はかけてきますので、まあ、契約成立後の話で答えてくださいとかね、する前の歌詞で答えてくださいってあるかもしれませんが、なかったとしても、まず考えるのは、 ちゃんと契約自体が成立をして有効になっているかどうかですよ。その流れは基本、総則に書かれていますで。そこから先、契約はちゃんと有効ですと、そして効力も発生したんですよというところから起こっていくことがあるとすれば、例えば債務不履行で解除とか、債務不履行で損害賠償とか、債務不履行で契約不適合とか、債務不履行で立候補の強制とかね、という形になっていきます。はいなので これ何をやっているかというと契約のどの段階で問題が起こっているのかということを初学者の方はなかなかイメージができないんですけれどもあの一度体系的に押さえていただきたいと、ね、いう形なんですそう考えておくことによって、まあ、記述の対策にもなってくるとは思います何を聞かれているのか、ね、どこの問題として捉えていただきたいのかというのがちゃんと意識していると 契約が有効かどうかの段階で見るのか、有効なことを確定しているあとで見るのかということが分かると思うので、ちょっと今日ね、この話は意識していただけるといいのかなと思います。はい、さあ、まずここまでが全く問題集とかあ解説を使っていない形ですで。ここから先はちゃんとね、テキストといいますか、問題集と解説を使っていこうかなと思いますが。 あの使い方です、使い方。まず、問題冊子の方を出せますか。あの問題冊子のページ数と解説冊子のページ数は一緒にしてます。つまり、解説冊子の方は、普通にあのクエスチョンの下に解説があっていますけど、今回の問題に関しては、そこを空欄ですあの。繰り返し繰り返し考えてもらいたいので、あの同じページ数で配っておきました。 でえっと、まず、問題の方は白紙のほうがいいかもしれませんね。ここに書いていくと次から考えるときにヒントになっちゃいますから、あのここはもうそのまま何も書かないという形でいきたい。ただ、授業中に考えてもらう目にはこれを使ったりしてもいいですし、あの解説冊子の方でいくならば、うんまあ、何か、ね、こう隠せるものを使っていただけたらいいです。例えば 解説って、ね、すぐクエスチョンしたアンサーですから何かね下敷きかなんかで隠すとこうです、ね、隠して隠して次に行く隠して次に行くという形を取ってもら,えたらいたいです、はい、で講義だとまず各テーマについてはあの少し時間を取って考えてもらおうと思いますで考えてもらうことについていろいろと、まあ、あの知識を深めていただきたいので、まあ、それは基本解説の方に書き込んでもらいます でそれもちろん復習の時に見てもらうんですがある程度、それができたらもう今、映している問題の方を見て何もない状態から思い浮かべるという形を今は取っていただきたいです。あの問題たくさん解く時期じゃないと思うんですよ。それ2月からやればいいので、はい、今のところ皆さんはこういった問題をしっかり考えていただきたいというふうふに思います。はい、じゃあ、あのー、問題とか解説の方は一番最初の項目が意思表示です。 はい、ただ、意思表示はどのあたりの話かってことは今、話しましたね。意思表示っていうのは契のの、ね、契約の有効要件のあたりを見ているんだと、契約の有効要件のあたりを見ているんだ、そこについて勉強してきたものを確認しましょうねって話になります。はいよろしいでしょうか。よしでは、よし早速ですけどね、1ページのところです。僕はもう今のところ、問題のほう、してますが。 心理療法。2問しかつけていません。で、上の方に問題ナンバーって書いてますよね。これ、もし余力があるのであれば、心理療法に関して皆さんがこれまで解いてきた問題、手元にたくさんあると思うので、解いてきた問題の心理療法ナンバーをざーっと並べてみて、で、それを解き直してみてください。もちろんね、この2問だけでやったものが、 実際の問題と完全リンクしているわけではないんでしょうけれども、知識の確認はそれでできると思うので、はい、各自のものを書き込んでいってください。はい、じゃあ、えっと、早速ですが、どうですかね、えー、1の1が心理療法で、1の1の一っていう形で書いてますが、心理療法の定義と処理方法、なんて抽象的なんだろうかと、なんて抽象的なんだという話です。はい 要は、どういう状況が心理留保で、どうやって処理をするのか、つまり有効か無効かみたいなことね。はい、まず、心理留保って定義を聞く問題ないですから、あくまでこうなんとなくでいいですよ。心理療法って、一言で言っちゃうと、具体例なんですか,何ですか,何ですか はい冗談です嘘ですはいそうそれでいいんですよ嘘嘘なんですよね嘘の意思表示ってどうなんですかねそれそのまま有効で通すのかまあ、そんなものを向こと通すのかどっちなんですかじゃあ後ろの方有効ですよねそうじゃないと相手が困るからですよ この1億の土地を1000万で出ますって信じきった相手が困りますからね。はい、あのそんなもんな感覚です。で、実際に解説の方も、まあ、ちらちら見ていきたいんですがい、はい、こう書いておきました。下の方はちょっとね、あの隠していただければいいんですが、はい、アンサーの方ね、見ていきますが、よい さあまあ、定義というか、基本的になんですか、冗談で構いません、冗談で構いません。まあ、一応ちゃんと言うと、真意ではないことを知ってした意思表示、まあ売る気がないけど売ると思ってる内容、意思と表示が違うんだですよね。それ、A さん分かってますよ、冗談だから。はい、で難しいことは特に何もなくて。 原則は有効でしたよねあの今回、このレジュメはなんか B が全員無過失の場合なんて書いてますが、あの特に気にしなくていいあの。とにかく原則論は有効なんですと。これを落としたらまずいですよね。超基本事項です。はい、なんで心理留保は原則有効かそれはまあ相手方の保護ですよ。 嘘言ってる人間よりもね、相手の方を信じるというかね、相手の方を守るべきです。ただ、守るに値しない相手、守るに値しない相手、もう書いてますね。相手が悪意。冗談って分かってるならいいですよね。もしくは知らないんだけど、ちょっと調べたら分かるぞと。いつもそう言ってるじゃないかと。はい。悪意または有価質。 あの有価質って書く場合と、全有価質って書く場合ありますが、一緒ね。はい、さあ悪意または全有価質意思表示有効、まあ、単なるチェックですが、ちゃんと押さえてくださいね。まあ、ここでつまずく方はいないと思います。じゃあ、ちょっと書きましょうか。 いわゆる身分行為あの、結婚とか離婚とかね、はい、身分行為に適用はあるんでしょうか、ないんでしょうか、親友法の規定を身分行為、婚姻とか離婚とかに適用するんでしょうか、しないんでしょうか、さあ、これ、過去問で問われたことあるんですが、どちらでしょうかね。じゃあ、どうですか。 うん適用はなしですね。ってことは身分行為の場合、冗談は常に無効です。ですよね、だってあの冗談で結婚しようって。 相手が信じ切ってありがとうってそれ有効ってまずいわけですよ望まない結婚をするんですかね相手はねはい身分行為は適用ないんです常に無効でいいですはいさあこんなことをねあの周辺知識で確認していただけたらと思います1の1の1こんなところしかないですそんなに心理療法の基本って論点ないのでこんなもんですよじゃあその次はちょっと僕は問題の方を移して 解説は隠してますが。さあ、いわゆる権利外観法理とはどんなものか説明せよう。うん、ちょっと待ってね。まず、戻りましょうか。意思表示って、基本的に何を学ぶかっていうと。当事者間の処理ですよね。一つはね。あの、A. と B. の中で、どうするかですよね。A. と B. とかね。 もう一つは、第三者。A と B がいて C が来たときどうするかです。で、今からまあ考えてもらう権利外観法理は、あれは基本第三者のときに使うことですよね。第三者出てきて、そいつ守るのかどうかのときに、権利外観法理は使っていくんだと。で、第三者保護規定があるかないかって、全、まあ、意思表示論点では、で出てきます。心理留保もそうだし、 虚偽表示もそうだしね、錯誤も詐欺も脅迫もそうです。第三者に対してどう処理するのか、まとめておきましょう。はいはい、これも解説の方を見てください、はいえーと。もうまとまっておりますよ、まとまっておりますよあの。権利外観法理が何ですかってことが試験に出るわけではない。 第三者の処理をままとめておきましょうねです、うん、でちょっと見づらい図になっているかもしれませんが、これ、A から B に対して、1番、2番、3番のことが行われました。例えば、1番ならば、心理留保虚偽表示、2番ならば、錯誤詐欺、3番ならば脅迫、いずれかの行為が行われました。 でそれをもとに B が C に転売しました、転売しましたです。はい。で当然、これは元の所有者 A と C との間で何か争いがありますよね。その時に C が善意で保護されるのか、善意かつ無過失で保護されるのか、保護なんかないのか。この3点の整理をします。はい。これね、単純に。 A さん側と C さん側を見るだけですつまりどれだけ本人の A が悪いかどうかですよね。ちょっと感覚的なものも入りますがとにかくあの意思表示の不存在意思の不存在とか貸し歩き意思表示の話ってとにかく心理療法と虚偽表示って圧倒的に 本人が悪いわけですよ。売る気がないけど、売るって分かってますよね。はい。それは A 悪いんです。で、悪い A が起こした行動をもとに C が買ってしまっているならば、C は守ってあげるべき。守り方としては、下に書いてますが、繰り返し、本人がとんでもなく悪いんだったら、相手は、 善意で十分保護されます。善意で保護されますあの。知らなければ保護ね。ちょっと調べたら分かったよ。でも知らなかったよ。過失ね。過失関係ない。もう過失あっても保護です。それだけ本人が悪いから。はい。これまず1パターン目ね。2パターン目。 作語と詐欺、作語と詐欺あこれ似てるんですよねあの。人から騙されて勘違いしましたっていうケースと、人から騙されてるからさておき自分で勘違いしましたケースって、勘違いは共通ですからあの、作語と詐欺って似てるんですよね。だから、第三者保護で考えたら、作語と詐欺って共通です。まあ、 とにかく、A ってそんなに悪くないです。騙したろうとかないですから、悪くないと。でも、騙される方の責任もなくはないし、勘違いした自分も悪く,はないのあの悪くないことはないので、奇跡性を心理療法とか虚偽表示と比べたら小さくなりますよ、ね、小さくなりますよね。でも、悪いことは悪いんだから。 相手方の保護の時にそれは考慮されます。今日のとこね、奇跡性が小だ。相手方は善意かつ無過失で保護。過失があったらダメです。あの、僕らは普通に勉強するときに善意無過失なんて言っちゃいますけど、そんなケースめったにないですよ。知らなかったミスが全くないっていう。どっかでミスありますから、 実際で無可出任って難しいわけね。はいその状況まで C が備えてないと守られませんよという話。でも、守られる余地はあります。はいで3つ目ね、ね脅迫そう。こいつだけは悪くないですよね。脅されて悪いって話ないですから、ここだけ A 悪くないと。はい 悪くないんだと。悪くなければ、悪くなければ、保護なんかないです。まあ、相手方の保護はない。本人の保護しかない。C が善意無過失でも保護されないよっていう話。まあ、分かってるよって方はそれでいいんですけども、なんか体系だって覚えてない方は、これでまとめてあげてくださいね。なんか分かんないけど、心理療法は、ね、善意とかね、虚偽表示は善意とか、 分かんないけど、詐欺は全員無価値とか、やってると混乱しますから、あのこの考えに沿って、ちゃんと知識を、ね、整理してあげていただけるといいのかなと思います。はい、心理療法ってこんなもんですよ。またあの問題解きながら復習してあげてください。ただ、問題探してくれなんて言っても、心理療法で一問作ってる問題、多分ないので、なんか意思表示総合で選択肢の一個ぐらいしかないですから。 まあ探すの大変かもしれませんけどね、まあ、やってみてください,、はい。じゃあ、次、虚偽表示ね。虚偽表示はちょっと論点が多いですよね。問題もたくさん作っておきましたが、やはりまず、押さえてもらいたいのは、虚偽表示ってどういう話だったっけ、そしてどうやって処理するんだっけって基本形態です。 はい、さあ皆さんが何か勉強してきた虚偽表示ってどんな具体例ですかって話違ってもいいですよ全然構いませんじゃあ大丈夫ですか虚偽表示って何ですかね一番典型的なやつ 大丈夫です、はい、だからお互いに売る気も買う気もないんですよね。あの心理療法って冗談言う人間だけは売る気ない相手は信じてるかもしれない虚偽表示はお互いに売る気とかない買う気ないって話、まあ、何でやるかって言ったら税金逃れとかですよね、はい、まずイメージをつけていただきます。 はい、ちょっと解説いっちゃいましょうかね。2ページ見てください。まあ、いろんな事例がありますから、これで絶対にやってくれるではないんですが、まあ、基本、これですね、虚偽表示。まあ、相手方と通報してしなければだめですよね。結託しなきゃいけません,、うん。で、何のためにするか、何のためにするかは、税金逃れだと思ってください。 なので、あの、A が、これね、自分の土地を B に売ったつもりにしてます。でもこれは、X が A にお金を貸していて、お金を返さないと自分の土地差し押さえられるから、とりあえず B に売っとくと。で、ほとぼりが冷めたら返してもらうって結託をしてるわけ。で、もしこれが有効な意思表示となると、 土地は B のものも X は A の借金のために B の土地を差し押さえできませんから、これ、簡単に税金のれできちゃいますね。それを避けたいんですと。いうところで、皆さんが知っておきたいものは、まあ、これ、超基本ですよね。虚偽表示、意思表示は有効か無効か、無効に決まってますよ。はい、無効に決まってますね。誰でも分かります。 で問題は、たまに間違えちゃう方がいるんだけど、A しか無効主張できないわけではないです。さっきも言った、A にお金貸してる債権者だって、無効主張できるわけですよ。じゃないとだめですよね。X が B のとこに行って、この AB 関係約無効だから、土地は差し押さえますって言えないと意味がないから。 でちょこちょこ質問来るのが、この X って94条2項の第三者じゃないんですかと。あの何言ってるか分からない質問です。あの皆さんが勉強している虚偽表示第三者って、この下のケースですよね。例えば仮想譲渡という虚偽表示があって、その虚偽表示を元に、 それを手にした人。この C が典型的な94条2項の第三者ですよね。X 何いや別に仮想上途に関しては第三者ではないんだよね。たまに X のことを第三者なんて言って混同する方いますが、これ関係ないからね。はい。なので、A の債権者だって無効主張はできます。が、 やはり、さっきまとめちゃいましたが、仮想上等からの第三者ね、転得者、まあ、A の奇跡性は大きいわけです。だから C は善意で保護、これは先ほど勉強しましたが、そうなってくると、これは基本ね、A は善意の C には無効主張ができませんと。 A は全員の C には無効主張ができません。それは A が言えないだけじゃなくて、X も言えません。X も言えません。この契約たちは無効だから、A のものですから、差し押さえて回収しますが、言えないと。はいあの。A が言える、言えないはわかるので、A の債権者が言えるかどうかをちゃんと押さえていただくと、 いいいいのかなと思いますはい、あとは逆、守られる守られる C の側からこれって無効なんでしょだから僕、返しますっていう第三者保護の規定なので第三者側から、まあ、それを捨てるって方おかしいけどまあこれ、返しますよと無効ですよねで主張する分には問題ないぞみたいなこともありますよね。 はい、その辺も、まあ、経験者ということであれば知っといていただきたいで。ここからが本題。もう少しあったら休憩取りますが。あの次の問題ね1の2の2ってやつを見てもらいますが94条2項の第三者の定義って何ですか 正確に言えないと思います。でもこれね、ちゃんと頭に入れておいた方が、あのこのあと個別のものを覚えるときには楽だと思う。はい。なんかあったよねぐらいの感覚です。復習のときにしっかり見てください。なんかあったねの感覚。はい、解説。はい。見たら、あーってなるんですよ。どっかで見たよねって話ね、やっぱね。はい。 これ第三者っていうのは、虚偽表示のチェックね、当事者と一般証券人以外です。こいつら省きますと。A と B、省きます。まあ、一般証券人はこれ相続人ね、省きますと。ここはいいですよ。あと、虚偽表示の事実については善意だ。これもみんな分かってますよね。第三者善意ですから。一番のポイントは、 虚偽表示に基づいて、新たに独立の法律上の利害関係をするに至った、ここです。えー、っと新たに、例えば1番ね、独立の2番ね、法律上の3番ね。はい、あのここちゃんと覚えておくと、あの個別のものを覚えやすいので。うん どういうことかって言ったら、ちょっと前のページの解説で説明しますが、典型例がこの C さんなわけですよ。で、もちろんこれね、土地を転売で買った C が第三者ですって覚えてる方いるかもしれません。それで構わない。でも、ちゃんとやっていくと、まず、この C さんって虚偽表示の当事者ではないですよね。 それは A と B ですから。B の相続人でもないですよね。虚偽表示については善意ですよね。虚偽表示に基づいて新たに独立の法律上の利害関係を持ちましたか持ってんですよね。あの、一番で仮想上途ですよね。 これ土地なので土地って書きますが土地の仮想譲渡ですよねで。今回これがベースとなっていて転売で土地について新たに独立の 法律上の利害関係を持つと。ちゃんと当てはめられますよね。仮想譲渡があって、それをベースに転売を受けました。土地の仮想譲渡、土地の転売です。新たに独立の法律上の利害関係を持ったと。 普段やらないんだけども、判例の言葉を皆さんが覚えてきたものに当てはめるってことをやっとくといいのかもしれません。はい。じゃあ、この次の一問で休憩取りたいと思うんですが、9の1の2の3ですね。はい。えー、これ、レジュメの3ページになりますが、一応3つつけました。読んでいきましょう。A と B が通して A 所有の公土地の売買契約を仮想し、B への所有権利転倒期がされている場合、1、B の一般債権者である善意の C、2、土地を差し押さえた善意の C、3、土地に定当権の設定を受けた善意の C、はい、各の94条2項第三者として扱われますが、まあ、択一に近い問題ですよね。まあ、知ってるかどうですかみたいなことですけども。 どううでしょうかこれ当てないのでちょっと頭の中で考えてみてください。 じゃあいきますね。解説の方をご覧ください。同じページね、3ページですね。はい、1、2、3と分けておきました。一応図もつけましたのでね、確認していきましょうか。2番、3番からいきます。2番、3番は、両方とも保護されるケース、保護されるケース。えー、定義に当てはめてくださいね、正確ですから。 A が B に土地を仮装譲渡しました。土地を仮装譲渡しました。で、B はちょっと分かりにくいけど、C からお金を借りてました。お金を借りてました。貸金債権。で、C は B のものだと思って土地を差し押さえました。仮装譲渡を前提に、 この土地は B の土地だと思って差し押さえかけたってことは、この差し押さえの時点で、まあ、利害関係持ったよっていう話ですよね。まあ、新たに独立のもつけますけども、うん。これ定義に当てはめていってもちゃんとできますよね。3番も一緒なんですよ。知識は一緒。仮想譲渡です。 で、C が B にお金貸してます。仮想譲渡で B がもらった土地に目をつけた C が、定当権設定します。はい、仮想譲渡を前提に、この土地に対して、やはり定当権設定という形で、新たに独立の法律上の利害関係を持ちましたよね。じゃあ、保護してもいいんじゃないかですよ。一緒なんですよね。 なので、整理ができるならば、知識減らせるので、あの、一緒。土地に対して差し押さえをすることも、土地に対して低等権設定することも一緒。A としては、これ、俺の土地だからって言って、差し押さえを免れることはできないし、俺の土地だからって言って、低等権設定を拒否することはできない。という形ですね。なので、一緒なんですよ。2ページの 仮想譲渡から転売受けた C と仮想譲渡からその土地に差し押さえをした C 抵当権付けた C 一緒なのよ。図が違う。いや図は違いますけど言ってること一緒ね。同じで考えてください。じゃあ1番はっていうと1番はダメですよ。だって土地に利害関係持ってないですもん。ただ B に貸してるだけ土地に手をつけてません。 それは利害関係を持ってないです。保護しようがないですよね。そう、こうやってね、あの改めて考えていくと、整理がつくと思います。じゃあ、ちょっと下の方を使ってください。これで休憩取ります。今回、問題としてはあげなかったんですが、いきますよ。例えば、A がいます。 で、次、B がいてで、どうも A と B 間に特に契約はなくて、そこに発生する債権もないんですが、何かの理由で債権を持ってることにする。お金貸してないけど、お金貸したと見せかけて、100万債権持,持ってるようにするとかね。 仮想債権。で、その後に、仮想債権が譲渡されます。仮想債権が譲渡ね。ちょっと字が見にくいですが。はい、仮想債権が譲渡されます。C に。 で、そこから何考えられますかというと、債権もらった C が、B に対して、俺、新しい債権者、お金払ってねって請求、かける可能性ありますよね、まあ。かけてくるでしょうね。で、このとき、まあ、C は善意としましょうか。 C は全員としましょうかはいこの問題まず第三者って誰第三者と考えるならば誰ですか B ですか C ですか仮想債権これをもとに利害関係に入ったのは C ですよね いいですかあの上の要件ね、虚偽表示の事実について善意で、かつ虚偽表示について利害関係を持ったなので、はい、そう、仮想債権という、まあ、虚偽表示について、債権譲渡を受けた利害関係にしいですからね、はいあの。第三者に丸つけますが、こいつ。こいつは請求が通るのかっていうと、 取りますつまりこの C は、えー、とこの、C、は94条2項の第三者です C は94条2項ねの第三者ですあの仮想債権が 一般的なケースの,あの仮想譲渡ね、土地の。でそこから、まあ、今回、最近譲渡を受けてますが、一般的に勉強するやつだと転売ですよ。一緒です。はい。なので C は B に対して、これ請求できますよね。よし。じゃあ次。これで本当に休憩取ります。A がいます。 えっとあえてこっち C にしましょうか。C がいます。A から C にちゃんとした契約があって、貸金債権が発生しています。はい。ちゃんとした契約があって、貸金債権が発生しています。で、この債権を A が B に。 債権上と下と見せかける仮想債権上とね、ちょっとこれも色がというかかぶっちゃって見にくいですが、えー、仮想債権上等。債、は、権、い、仮想上と の方がいいかもしれませんね。入れ替えてみるかな。債権仮想譲渡。債権仮想譲渡。<laughs> はい。で、これ何考えるかというと。A. は C. に貸金債権持ってます。で、債権譲渡するつもりはないけど、A. が B. に譲渡しました。で、もしね、これ。 AB の債権仮想譲渡が無効だって考えられるならば、C に請求するのは ?A なのね。はい、債、あ、権、のーね、仮想譲渡しましたが、無効なので、私はまだ債権者ですよということで、金払ってちょう。で、請求するの A です。 はい、今回、第三者となる可能性があるのは誰ですかあの虚偽表示絡んでる人は当事者ですからね、だから、A と B の B は、これ、虚偽表示の当事者ですから、この B は関係ないですよ。まあ、この債権仮想上等のところから見たら、今回 C が第三者となる可能性がある人です。 でも今回、これね、請求はできます。A は請求できます。裏を返せば、C は拒めないです。A から請求されたら C は拒めないです。イコール、C は、今回のケース、 94条2項の第三者ではないと。え、そうなんだと。混乱しますよね。なんかね、再建、仮想上項とか仮想再建だかね、混乱しますよ。どうやって分けるんですかね。定義です。うん。どう今回、この C さんって、 えと通報虚偽表示をもとに利害関係に入ってますかあの貸金債権が最初にあって、債権仮想譲渡、上等後ですよね、債権仮想譲渡から新たに利害関係に入ったわけじゃない、もともといるやつですよ、うん。これは関係ないんです。単純にもともとの債権者から請求くらったら払えばいいんですよ。 そう左と比較ね、左は仮想債権という、まあ、虚偽表示があって、でそれを債権上と受けてるから、虚偽表示の利害関係にね。なのであの、パワープレイで覚えてきた方は、ここに理解突っ込んであげるといいかもしれません。なので、あんまり普段やりませんが、第三者の定義を見て、一つ一つ当てはめていって、今は理解というか、覚えていただけるといいのかもしれませんね。 はいえー、と第三者全部触れてませんが、ぜひご自宅に帰ったときにお手持ちのテキストとか、問題集でいろいろ当たってみてくださいということになります、はい。ということで、ちょっと前半長引きましたけど、こんな形ですよね。最初に言わせれましたけど、全67回あります。たぶこの6回、一番きついです。知識も過去のものしかない。でもいろいろ考えていかなきゃいけない。多分一番しんどいです。2月からって逆に で、ね、基本講義形式ですから、知識を入れていく中で、まああの確認していきますんで、ある意味そこは楽なんですよ。これがきついんですね。でもやっぱりこれちゃんと6回分やっとくことで、あのいろんな意識改革できると思いますから、今一番しんどいと思いますので、えー、っと頑張っていただければというふうに思います。じゃあちょっと前半伸びましたので、一旦休憩とって10分後にまたやっていきたいと思います。じゃあ一度休憩です。お疲れ様でした。